リーです。ねえ、ちょっと一人ずつ自己紹介します、ね。じゃあちょっとあの、はい、ライブでやってる自己紹介させていただきます。いいですか。いいですか。あのどんどんパッてやるんで一緒にやってくれたら嬉しいです。はい、いただきます。はい、21歳ディッシュのトワイです。DJ フライングディッシャンといい男にはほどもいい。でも投げるお皿はめちゃいい。おふざけ担当どういい。見た目はヤンキー19歳ベースの担当リュウジー。やんちゃな野生児ごめんなさい、また行くぞ。キスマイル許してにゃん。ディッシュのボーカルタクミ、顔色荒れ目のタクミ、クールに見えるタクミ、超絶可愛いタクミ、コーラスとギター担当モンキランドキオレンジ。大学1年18歳セイマサキ、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 サワケ。俺たちディッシュ、お願いします。お願いします。あらあの自己紹介しますか。乗れないとか落ち着いたトーンでもう一回言う。改めてね名前だけでも改めて一回言ってなんて言うんですかね、チェック柄の僕が遠いです。はいはいはい、はい、DJ とキーボードを担当しています。あら、はい、DJ とキーボード遠いね。遠い。はい、よろしくお願いします。お願いします。遠い君。そしてはい、ベースとラップを担当しますリュウジです。よろしくお願いします。ラップ担当なの。うちのラップ担当いんのよ。違う違う違う、ベースとラップやってるから。やめてください、やめてください。ほらほら、もうちょっと対決した方がいいですね。いいじゃないですか、ラップ担当してない。ディスっちゃう、ディスっちゃう。見せちゃいます。来るか。無理でした。来いよリュウジ。はい、お前マジ空気。はい、やべ、はい、ゴリゴリ。ビビったブルったよね。負けてるやん。ブルってんじゃねえよ。お願いします。さあそしてはい、ボーカルとギター担当の19歳たくみです。お願いします。はい、お願いします。そしてコーラスとギター担当のまさきです。よろしくお願いします。じゃあお願いしますね。皆さんお願いします。お願いします。イケメン集団じゃないですか。そうなんですよ。ありがとうございます。やめろ、それはやめろ。お前違った。イケメン集団って言ってすぐそうなんですって言う癖があるんですよ。大してイケメンでもない。うるだよ。いや、イケメンですよ。僕はね、だからね、好きじゃないんですよ。なるほど。そうですね、イケメン嫌いな方ですね。僕大嫌いです。じゃあ今日は好きになってもらえるように。ピリピリして大人になってます。怖い怖い。お前空気、あーいって言われてるから。あーいって言われて、あわれてるからね。あわれてるから。まさきはね、すごいんですよ。俺1万人の前で一発ギャグが滑っても動じないハート。そうなんです。そうですね。そうなんです。まさかここで言われると思ったから何も感じないの。そうですね、なんか滑ることに対しては何とも思わないですね。ギャグやってる時に何やったその時は。1万人の前その時はですね、だるまさんがコロンビア代表って。あの大して面白くないんですよ。言えますよね。なんかゴージャスっぽいな。国名入ってくるし。こんな感じです。思ったよりもやっぱリズムあって、だるまさんがで転んだっていうのがお客さんの頭の中で想像できる分、めっちゃ解説しやすいから、ギャグとしてはすごくね成立してる。そうか。解説。地獄みたいな感じですか。すごい。滑ったやつ解説されて、分解されたここで。やばいやばい。それでご自分で考えた。それで自分で。はい、そうですね。でもやっぱりそういうたくさんね集まっていただいたお客さんの前で、うん、その楽曲はもちろんのこと、そういう一人一人のパーソナルの部分を、うん、と見せて楽しんでいただくっていうのはやっぱりこの演者として大切なことなんだけど。怖えんだけど。逆に怖え。えぐってくるから。バラバラにされたよ。バラバラにびっくり。大事にしてほしいと思います。バラバラに部品になっても2個ぐらいしかないから。2個しかないです。さあディッシュ2011年12月に結成、はい、4人で構成されダンスロックバンド、はい、かっけえな、うん、ギターベース DJ を武器に繰り広げるステージは、うん、こんなの見たことないと思わず声が漏れる。やばい、すごいね。俺もこんなの初めてってたまに言われるけどね。何ですか。何者ボザっていうのやめてもらって。そんなことない。嫁がね、嫁が。あ、心境というか今回のアーティスト写真でも、うん、彫刻作品のごとくカラフルなクリームにまみれた4人の決め顔を披露。はい、そう。今回のあのアルバムのタイトルが召し上がるのガトリングということで、うんうん、まあ、僕たちも全然知らない状況でスタジオに入って、本当にあの何ですかね、ライブでいう特攻みたいな、うんうん、バーンって銀テープが飛ばすようなあのバズーカの中にクリームを詰めて、僕
僕たちの代わりにめがけて突然食らうって突然動くらうっていう、その上島さんの仕事みたいな。そうなんですよ。だからちょっとまあよく分からなかったんですけど、まあそれがなんかすごいいい感じになってですね、YouTube に上がってるんですよ。話題になって、話題になってんだ。はい、はい、そうですね。すごいな、いいですね。さあ、そしてアンケートいきましょうか。はい、からね、じゃあまずトイさんから、はい、お最近一番テンションが上がったことは、はい、今日久々にメンバーでビリヤードに行けたこと。そうなんです。4人で、うん、そうなんです。4人でめちゃくちゃ仲いいな。いや、めっちゃ仲いいですよ。よく行ってるんですけど、はい、今日でも久々に、久しぶりに。どこ行くの、ビリヤードって、うんうん、いや、もうあの都内その辺ですね。もうどこでもビリヤードって文字があれば入っちゃう感じ。へ、マジで好きな、好きな、うまい。うまい、自分でうまいとは言えないんですけど、うん、あのまあそれぞれやってました。ほら4人いたらさ、はい、2人ぐらい全然のやつがいてさ、まあまちまち、まあ遠いは、うん、ゲーム系はもううまいんですよ。そう、ね、しかも、まあ、手袋も買っちゃうぐらいちょっと熱が入る感じ、何のゲーム、ね、今何のゲーム、あっち、あの DS の、うんうん、あのスマッシュブラザーズっていう、あ、俺のが強いから絶対。じゃあ今度やりましょう。全然やります。絶対に勝てないですから。俺ら4人結構な猛者なんで、あ、全然やりたいわ。絶対に勝てないです。やってみたいですか。はい、やりたいです。はい、全然やりますね。パルコンパンツどんなもん、終わりだよ。遠いなんか終わりよ、パルコンパンツ。じゃあちょっと今度はやらせてください。今度やりたいね。そっか、一回ゲーム実況のね、番組でね、一緒になってます。そうそう、があるからな。そうなんですよ。はい、なるほどね。ビリヤードかいいね。まあ、いいんだね。うん、じゃあ続いて、はい、リュウジさん、はい、そろそろ年末ですが、今年一番の印象的な出来事は、はい、夏にやった自分たちの持ち曲全55曲やるよってライブ、今までで一番辛かったけど楽しかった。はい、そうなんですよ。僕たち持ち曲が全部で55曲あります。それを一ライブで2時間、3時間くらいかけて全部全曲やるっていうライブがありましてですね、本当ずっと動きっぱでしたし、真夏で野外だったので、ものすごく暑くて本当に死ぬんじゃないかなって思いながらライブしたのが一番の思い出ですね。なんかそれが14日に発売するアルバムの特典映像で入ってたりするんですけど、それをフラッフラになりながら、フラッフラになりましたね。それでしたね。なんかさ、55曲もやったらどっかで何曲目ぐらいからかハイになってくんじゃないの。あ、もう最後の方はもうね、演奏図ハイみたいな。何回かその55曲ないであるんですよ、うん、ハイになって疲れて、またハイになって疲れて、そうなんですよ。最後もう瞳孔バッキバキな、いいね、2曲だけで決まっちゃったやつね。決まっちゃったやつ。あ、すげえ。そんな感じでしたね。盛り上がるでしょ。でもお客さんも盛り上がりましたね。そうですね、楽しんでいただけて。お客さんも最後ぐったぐただろうね。家帰ってそうですね。そうですね、楽しかったですね。ああ、いいね。あのファンのことなんか呼び名あったりする、うん、スラッシャーっていうんですけど、はい、オッケー。あのディッシュの後にね、スラッシュが2本ついてるんですけど、なるほど、うん、そう、それをちょっともじってスラッシャーっていう、スラッシャー。じゃあスラッシャーのあの T シャツみたいな感じでね、なんか作れそうだね、うん、そうですね、うん、ね、はい、とかね、そうですね。ちょっとあのまあパロディというか、おお、以前やらせていただいたり。ホントやっぱそうだよね。でもね、やりますね。それ絶対言っちゃいけないやつだから。パロディパクリじゃないからね。そう、パロディね、そうそう、オマージュなの。オマージュ、オマージュ、オマージュまでね、大切だよ。あ、スラッシュだから、これだから乃木坂のオマージュなんかも作れそうだね、これね。スラッシュのね、斜めのね、三角、そうそうそう、三角形、そうそうそう、でもスラッシュみたいな。三角形、どんな三角形的な。ニッシュ三角形、ニッシュ三角形、すぐオマージュにしちゃう。なるほどな。はい、じゃあ続いて、マサチさんのそろそろ年末ですが、今年一番の印象的な出来事は、はい、大学の入学式を武道館でやったのですが、まさかライブ以外で武道館に行くとは思ってなくて、今年一番の出来事です。はい、今年から大学に、はい、あの通い始めたんですけども、ちょっと大学の入学式をまさか武道館でやるって、あの僕たち DC は結成当時夢したのが武道館でライブをするってことなんですよ。なので本当ライブ以外で武道館でまさかね行くことがあるとは思わなくて。そうだよ、ライブの武道館はもう、あ、もう、はい、やったことありまして、来年にも、来年で3度目になるんです、3年連続で元日にやらせていただきます。ためのき使ってごめん。いやいやいや、中田さん何回やってんの武道館。あ、もう分かんないぐらいなの。あ、違う、違う、違う、レベチ、レベチやってた。レベチなんですよ。違う、違う、違う、レベチでダンチだ。どう数えたらいいのか分かんないです。あの、2 days ってやったりとかすると、それを何回数えるんですか。3回って1公演ってこと。今年は2 days やらせていただいたので、じゃあ全部明日よ。
来年で4回目ですね。すごく謙虚な数え方をされてるよ、ね、って素晴らしい DC はやっぱり あと単独じゃないやつもあるじゃないですか。あなんかいろんなだから分かんない。レベチ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 レ立ったよ。おい演奏した時となんかやっぱ雰囲気違うわ。嫌なやつだな。嫌なやつ。そんなやついたらぶん殴るけどね。すげえ嫌い。嫌なやつ。え、はじめまして。出たことあるんだ。でもメンバーはそれこそ来年で3回目ですけど、僕は3回目プラス、うん、その、うん入学式でもう一回行ってるんでメンバーより数多いので ちゃ う, ね、うるせえこいつちょっとねメンバーよりは僕は知ってますよみたいな。うるせえ、ね、僕まさきメンバーより知ってますよみたいな。感情しちゃうんだね。そうですね入学式、はい、そうだよね。それはそうだよね。でもね行ってる数すごいな。すごい明大かに俺ら言ってもうシアター D だもんな俺らな、うん、ライブハウスがね、100人入るとパンパンなライブハウスで、ライブハウスといえば、うん、そんぐらいのもんしか出てねえからな。この間閉まっちゃったしね。そうシアター D もこの間終わっちゃってさ、いい劇場だな。ごめんなさい、いい劇場だったんだけどさ、大丈夫です黙っちゃったです。ちょっと反応しづらかった。さあ次は、はい、続いて匠さんの理想のクリスマスの過ごし方は、メンバーとの結成日なのでメンバーとクリスマスを過ごすことが多いので、たまにはゆっくり友達と鍋を囲みたいです。うん、囲みたいものです。クリスマスに結成されたのか。そうなんですね。2011年の、はい、12月25日。もういい加減友達と過ごしたいなっていう。そうか、結成日の何かしらイベントとかも絶対あるもんな。そうなんですよ。ここ、まあ、3年連続で武道館やらせていただいてるので、うん、絶対にリハーサルなんですよ。ああなるほど。年末はだ4人でプレゼント交換するとか、そういうなんかもうやだ、くだらないことをしてる。もう嫌でしょ。もうねそろそろ嫌ですね。でもさ、急にさ、来年それちょっとなくなったから、うん、そこお札は、あ、それもそれでいい。それもそれじゃないでしょ。ディッシュ大丈夫かなってなる。なるよね、なるよね。あっていいもんなんだね。そう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 、まあ、でも本当仲いいんでメンバーが、うん、そうね、プレゼント交換とかもするの。しますね。じゃあいくらまでとか決めて、はい、決めて流して いくらな、いくら気味、3000円ぐらい。あ、いいね、いいね、いいとこだね。難しい、逆にね。そうですね、難しいんですよ、選ぶのが。もうそうで、なんかちょっと受け狙いで滑ってるやつも出てきたりね。なんかまさきとか何があるの。僕は美尻形成クッションみたいな。うわー滑ってんじゃん。めっちゃ笑ってる。すいません、すいません。めっちゃ滑ったと思うじゃないですか。それが匠と被るんですよ。そうなんです。最悪、声優二つじゃねえかよ。でしかも交換するじゃないですか。で交換したら結局ここ二人が交換になっちゃうんですよ。命最命でね。命超つまんないよね。超つまんない。それつまんねえな。マシことはね、リベンジでもうちょっといいプレゼント欲しいな。楽しみだね。そしたら意外と楽しみっちゃ楽しみですね。そうね、はい、ああなるほど。全然だったら何がいいのかな。全然むずいな。難しいですね。全5巻ぐらいの面白い漫画とかね。あーいいですね。それいいです。あ、それ今年やりました僕が。あ、本当？何の漫画？じゃあそれやります。これから決めたんで、これからなんで。あ、なるほど。それちょっといただきます。ありそうだな。全5巻で打ち切りじゃなく作者の意向で終わってるやつは多分面白い。あいいですね。ここはそんな広げる話じゃないんだから。iTunes カードは iTunes カード。あ、それ僕あげました。あれいいよな。あれいいよ。あれいいよ。安パイにいいっすよ。安パイね。薄っと思ったら足りたってなる。はい。はい。続いてじゃあ、まさきさんの理想のクリスマスの過ごし方は、はい、今年18歳になり車の免許を取ったのでドライブしながら夜景の綺麗なところに行きたいです。免許取った。そうなんです、免許取って。裏切り者じゃん。なぜですか。みんな持ってんの。僕以外持ってない。匠以外3人持ってるの。一緒だ。今何歳。僕も19なんですけど。わー、いいの。俺38の持ってねえんだぜ。なんかちょっと勇気出ました。もう取れねえじゃん、これから超忙しいしさ。なんか今年もなんか映画とかドラマとか出てて、あ、期限切れちゃったんですよ、まさかの。うわ、一応言ってたんですよ。ってたけど、もう仮免も取らずして期限が切れるっていう。うわ、きついなそれ。とんでもない問題児みたいになっちゃって。問題児な。もったいねー。そうなんですよ。で親に謝って、でも時間あって自分のお金で行くからっつって
じゃあもうちょっとしばらく行く気になんないよね。いや全く行く気になんないし、やだな、みんなの助手席で十分ですって感じ。それズルズル続いて本当取らなくなるそうなんです。コンティニューできないゲームでボスまで行ったけど途中でなんか切れちゃっててもう一回ゼロからのゲームみたいな感じ、もうやだ、しばらくやんないね、超やだ、それしばらくやんないし、それはかわいそうな、ずっと止まって大丈夫だよ。なんかちょっと勇気が出ました。電車すげえもん、やっぱり電車すごい、電車すごいから大きいしね、大きさがこんなの電車ってありますよ、こんな大きいんだぞ、時間通りだとこんな大きいんだよ。駅に入ってくるからこんなもんかって思うけど、多分急にどっかの公園にドンって電車に置かれたらびっくりするすごい長いですね、僕らも使ってるんで大好きです、電車大好きです。あんな硬いもんないと思うよ。こんな大きいんだ、こんなでかいんだよ、こんなガチガチなんだから、こんなですよ、バッキンバッキンなんだから何がありましょう、ラスト1個ぐらい行きますよ。はい、じゃあ続いて次行きます。トーイさんの疲れを癒すなら何をしますか。海外ドラマを見る、自分のベッドで。海外ドラマはなんか今までの一番良かったみたいなのありますか。一番はですね、ブレイキングバッド。ああ、面白かった。はい、作品が結構僕の中でハマりましたね。あれ止まらなくなっちゃう。止まらないですね。寝れなくなりますね、夜。そう。ブレイキングバッドでさ、あれも流行ったから今更ネタバレもクソもないけどさ、なんか後半の方で1話だけ1時間まるまるなんか虫を追いかけるだけの回覚えてない？何ですかそれ？あったんだよ。知らないです。なんかあの倉庫の中で、はい、薬を生成する倉庫みたいなのあるじゃん、ブレーキで、はいはいはい、あん中でなんか害虫が出たからそれをただ追いかけるだけの1時間あったの。いまだにわけわかんないよ、なんかあんまり後半繋がってくるのかなと思ったら何も繋がんなくて。これ興味あんの、これ見たことある人だったら多分わかる。そう、いや僕がそこまで多分たどり着いてないのかもしれないですね。まだ見てない、今見てる最中なんで。割り全部見たかと思ってた今最近真っ最中、結構あのいいところなんですよ。あ、結構これ別に言ったところでどうのこうのじゃない、あ、なんないですか、うん、あ、よかったです。最後教えてやろうか。いや、やめてください、逆やな。さあ、ディッシュの皆さんにはこの後も残っていただきますが、その前に曲聴かせてください。はい、曲紹介お願いします。はい、それでは僕たちディッシュの、12月14日に発売されるセカンドアルバムからジャンパー。さあ、生放送でお送りしている沈黙の金曜日、改めまして今夜はゲストにディッシュの皆さんを迎えしております。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここからは12月14日にリリースされるセカンドアルバム「召し上がれのガトリング」についてお話しさせていきましょう。はい、はい、お願いします。すごい名前ですね。すごいね、タイトルが。そうですね、どんな作品ですかこちら。あの、まあ、タイトルの意味もそうなんですけど、うん、あの13曲収録されてまして、うん、その1曲1曲があのメインディッシュぐらいの、 あの濃さになってて、うん、でこうその「召し上がれ13連射」みたいな。で召し上がれのガトリングって。あ、なるほどね。つけたんですよ。そうかそうか、そういうことか。はい、でジャケット写真がニューヨークで撮ってたり。ニューヨーク行ったことあるの？あるんです。行きました。あるんですよ。実は18歳で行きました。あります、ニューヨーク。はい、18歳でニューヨーク行っちゃダメだよ。マンホールから白い煙出てた。あ、出てたよね。出てましたね。出るの？これは害ないの、人体に。何の煙なんですかね。何だろうな、蒸気とか。あの指でベタベタやるお化けの煙じゃないだろ。昔あったな。懐かしい。すごい頑張ってますね。アメリカ版のすげえ大量に。アメリカ版のやつ。作曲も僕たちしてまして、はいはい、13曲中8曲してて、でそれぞれ一人一人がプロデュースした曲も入ってたりとか、すごいあの、まあ、バンドとしての思いが詰まった一枚になってますね。はい、これラララとか何なの？あの大黒摩季さんのカバーをさせて、うん、あの懐かしいでしょ。そうです。あのアレンジがガガガスペシャルさん。すげえ。コサック？そうなんです。うっそ、めちゃくちゃ最高タックのやつだ。めちゃめちゃ最高タックなんですよ。でもディッシュがやんの？はい。バンドバージョンにアレンジしてあります。僕なんかもうお手上げですこれ。すげえ夢のコラボじゃん。あの大黒摩季さん。SNS 歌謡祭じゃん。ねえ、そうだよ。大黒摩季さんとあのチームのフラワー
川田さんが僕たちに曲提供してくれた曲も入ってて、はい、そのつながりでラララをカバーさせていただくことになって、はい、あった巻き合いました合いました、あれ機械じゃないの大黒巻きって僕たちのその提供してくださった曲の最後の方に大黒巻きさんのフェイクががっつり入ってるんで、入れていただいてますね、はい、あとレコーディングもねいろいろ指導していただいて、ラララ入ってるめちゃくちゃいい匂いします、大黒巻きめっちゃいい匂いします、大黒巻きいい匂いするの、めっちゃいい匂いします、いいなアルバムにそういう特典があるのかと思って香りこすると香りするいいなラララで、あそこ聞きたよ時が経つのなぜそこがってこぶして、がっつりパンクなんで、すごいめっちゃかっこいいです。誰が誰歌うやつ？メモが始めです。ちょっとやってよ。いやいやちょっと恥ずかしいな。ちょっと聞きたい、どれくらい早いか。時が経つのはなぜこんなに早いのじゃ。いい聞きたい。俺聞きたいよやっぱり、かっこよくなクイズまで、そっか14日に発売なの、なるほど、やばくない、これはもう興味もうガンガンよ、もう嬉しい、聞いちゃってください、すっげえ、ねえこんな年だし親も年だしって、そんな親年いってねえだろう、すごいな、聞きたい、綾小路翔さんとかも、そうすげえな、ドラマ釣りバカ日誌のあの主題歌に起用させていただきました、思ってる斜め上で売れてるな、ディッシュ、もう一ランク上だったな、ディッシュ、すげえな、これ最初にこの情報入ってたら敬語だからね、直さねえけど、全然大丈夫です、レコーディングでもじゃあ大黒摩季さんとかも、そうです、原畑さんとか一緒に、どんな雰囲気なんですかディッシュのレコーディング、敬語になっちゃった、レコーディングは結構ワイワイやりますね、メンバーがメンバー盛り上げて煽って、もっといいの出るでしょみたいな感じで、あ、楽しく結構結構ワイワイやってますね、4人でこう一斉にこう掛け声とか言うんですけど、とんでもない盛り上がりになってボツになることが多くて、逆にねやりすぎちゃって、ワイワイやるんだ、そうですね、なんかピザ取りながらやりそうなイメージだわ、あ、そんな感じですね、すっごいとんでもない量買ってきてね、何食うの、普通におにぎりとか、主におにぎりパンとか、あのお菓子とかも買って、それを広げて食べながらお菓子パーティーみたいな感じ、あー、お菓子パーティーレコーディング、いいね、どれくらい時間かかるの、まあでも 4,5 時間はまあかかりますね、そうだよね、大体で1日2曲撮ったりとかもあるんで、丸1日レコーディングとかもあるし、そんなワイワイやってる中でさ、本気で、あ、こいつちょっとずれてんだよなみたいな時はどうするの？あ、そん時はトイレに行きます。ちょっと考えさせて落ち着かないとみたいな。ほら楽しく撮りたいわけじゃん。形式としてみんなでよっしゃ行こうぜっていう感じでさ、でそれであの全く違うやつが、そうそうさっき言ったみたいにずれてて、あ、急にさテンションで、お前さあそこ。ちょっと倒してほしいな、冷めるな、冷めるな、分かった、じゃあうちともう一回やろうぜって言って全然違くて、あの一回ちょっとガチですっげえ悩ますね、あんまないっすね、ああそう、先輩結構みんな選手がいいというか、ああなるほどね、そうなんだ、くれるな、へえすげえ、本当なんか本当に仲がいいんだろうな、多分ね、そうですね、仲がいいですね、めちゃくちゃ伝わってくるの、4人で旅行行ったりします、旅行行ってもホテルの部屋でみんなでスマブラなんですけど、まあ弱いんだけどね、強いです、それがマジで、それがマジでやらせてください、本当にやりましょう、トーイ何使うの、僕あの基本何でも使えるんですけど、僕あのネス、通りのネスはすごいもう向かってますね、すぐ後ろ投げしてくるんですよ、ね、強いかマリオですね、ああマリオはね、まあまあスマブラはそんなさキャッキャキャッキャやって、まあそのね、パーティーゲームみたいな感じでやってるうちはスマブラやってねんと一緒に、違うんですって、俺はスマブラやって負けたやつ剣山で手差しながらやるから
本気でやってんだもん。本気だ。そんなそれじゃないですか。アルバムの情報の話ですよ。スマブラインです。ミュージックのさ、ラップとかもないの？あ、結構入ってます。でも今回メインで匠が歌ってる曲が多い。まあでもリュウジが作詞作曲してくれた曲は結構ラップが。そうですね。ラップがちゃんとしてる。本当にディッシュのなんだろう基本形態を生かしたというか。なるほど。匠がメインで歌ってて僕とトイがラップして、でマセキがコーラス。教えてっていう、そこに割と忠実にちゃんとしてる編成になってるので、あ、そう、ラップも楽しめる曲があるんじゃないかなって思います。すごいじゃない、ラップね、中田さんも大好きだからね。ちょっともういいです、いいです、ね、あ、まあ、本物の方には振らないでほしいんですけどガチの好きはやめてください。好きなラッパーとかいます？MC でも遠いの方が ラッパーさんを聞くことが多いんですよ。僕はあの最近キャンディータウンさんにすごいハマってて、結構ガチなんですよ。一人だとパンピーっていう方とか、ちょっとわかんねえわ。フリースタイルの方だとあの R指定さんが、R 指定好き、 R 指定大好きですよ。R 指定はもう神です。かっこいいですね。 R 指定やばいよね。 R 指定なんか俺のが好きだからな。アウシュすごいっすね。アウシュディスのかなって思って当たり前だ、それが基本事項。お前ちょっとは自重しろ。あいいっすね、ケツに文字で踏んできた感じ。そろそろ返した方がいいじゃないですか。そうそうそう、まあスマブラで、ラップじゃなくてスマブラで返させてください。スマブラでね、ジャケット写真の仕上がりはいかがですか？ニューヨークに、かっこいい写真ばかりになって、ただただかっこいいね。はい、自分たちも思う、かっこよかった、めっちゃかっこいい。カメラマンさんがひたすらすごい、そうですね、めちゃくちゃうまかったですね。そう、何を撮ってもかっこよくなっちゃうみたいな。見てのお楽しみ。そうですね、見てのお楽しみ。まあもう今ちょっとあるんですけど、資料の1枚目で、ホント、ニューヨーク、これとかニューヨークのめちゃくちゃ古い感じのダサーく、あのそれもです。あ、これか、ずりーよこれ。ちっちゃいやつも、ちっちゃいやつがアルバムのですね。いい感じの建物で撮っちゃってんじゃん。なんかさ、すごい80年代みたいな、後ろに自由の女神ガンガン見えてるみたいな。あるある。これ赤レンガ倉庫じゃないね、これは。横浜じゃないです、横浜じゃないです、横浜じゃないです。それあれちょっとニューヨーク感が伝わらないかな。下の方が下、すごいな、下すげえわ。ただあの、なんで下にしたのかわからない。ニューヨークで撮ったんだったらもうちょい上に出せばいいのに。アカレンガ倉庫のさ、柱の看板見てるよ。違います、違います、一応飛行機で十何時間行ってますよ。すごいね。あのかまぼこみてえなホテル見えてる。見えてない、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 通りさすが。ニューヨーク楽しかった。ニューヨークは、いや楽しかったですね。てかご飯がすごい多いんですよ、全部。普通の量で頼んでも量がもうすごい量で来るので。そうだよね、だって向こうのあのファストフードとかシェイクとかさ、小さめのゴミ箱ぐらいの大きさ。マジで、本当にそうなんですよ。本当にありますね。ミートボール拳代できますね。本当にすげえ、すごいですね、ニューヨークは。え、初海外とか？いや、もう結構行かせていただいて、台湾だったりタイだったりとか。メジャーデビューをした時に、あの I Can Hear っていう曲でナルトシップでメニューテーマやらせてもらって、そのつながりで台湾に行ったことから始まって、毎年一国は行くような感じ。なんだかんだいろいろこじつけて海外行ってます。台湾とかでも超人気あるんじゃない？台湾でもすごい、でもありがたいことになんか空港で出待ちっていうのをいらっしゃってくれました。だからないものだと思ってたので、もう僕ら全然人気もないですし、だからこう空港に着いた時にみんな髪ボッサボサでパジャマみたいな格好して、もう寝癖バンバン見たらもう待ってくれて、ああやべえどうしようって思いましたね。何年前な、まあ高一とかの話だから言えることなんですけど、グレイさんもちょうど台湾に同じ時、同じ時グレイさんを撮るための記者の出口に僕らがたまたま出ちゃって、めちゃめちゃ撮られて新聞に載るっていう。全然グレイさんじゃないですっていう。グレイさんは別の裏から出たらしくて、僕たちが表から行ったとこをめっちゃパシパシしてるみたいな。なんか台湾の方の新聞で兄弟グループみたいになる。グレイさんの弟分みたいな。それ嬉しい、面白い。髪型もちょっと変になってるから、久しっぽいのみたいな。
首にネックピロー巻いたまま写真撮られて、さすがラフだぜみたいな、すげーってなってた。あ、いいな。さあ、そして特典 DVD に、はい、こちらね、すごいんでしょ、特典 DVD、うん、そうなんです。あの、まあ、さっきの55曲全部、うん、あのオール再生の夜音でのライブの模様も入っていますし、あとそのニューヨークでの観光したんですけど、そのもうリア充感もバシバシ観光してる感じ、バシバシとしてますね。はい、あと初回生産限定版の B の方には僕たち2人ずつのデュオ曲っていうのがあるんです。それが5曲収録されてます。そうですね、はい、結構盛りだくさんの、盛りだくさん、そうですね、はい、いいですね。ヤンキースタジアムと行ったの？いや、ヤンキースタジアム行ってないですね。じゃあもう、じゃあニューヨーク行ってないのって言ってちょ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 、次行かせていただきます。その時に行ったって言うわけ。とりあえずスマブラで勝ってからか。そうね、勝ったら何もしてないから。そっから何使うの？まさ、僕まさきはアイクですね。何？ちょっとアイクに失礼じゃないですか。いやいや、アイクなんか俺瞬殺できる。アイクまさきのあれなんか普通に終わるぞ。ちなみに何使うんですか？え、何使う？だからファルコンだっつってんの。ああ、結構や、あの好きが多いやつ。まあ俺のディディーコングには僕のディディーコングにはパーツでここがすげえ。僕ディディーコングに、ディディーコング、あ、もう全然いや勝てないと思う。今度マジでやりたいな。やりましょう、やりましょう、やろうよ。俺の剣とガイルに勝てるやつ。誰ですか？一つか。龍いますからね。あ、そうね。龍います。龍はいる。そう、今いますね。スマブラいるからね。確かに。ちょっと今度やりましょう。今度来た時じゃ持ってきて、また来てよ。だから。いや、ぜひお願いします。すぐやりましょう。告知度外視でやろうぜ。告知、なんか今後の予定ありますか？はい、そうですね。もう12月14日にセカンドアルバムの召し上がれのガトリングがリリースいたしまして、そのリリースイベントですね、12月13日から12月18日に、東京、北海道、大阪、名古屋、福岡の5カ所でやります。12月13日は昭島森タウンで18時から、そして12月17日は越谷レイクタウンで16時から、どちらもフリーイベントですので、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。そして、来年の2017年1月1日には先ほども言いましたが、日本武道館の単独公演をやらさせていただきます。毎年ですね、僕たちチャレンジ企画という企画をやっておりまして、来年の武道館では三味線を、はい、挑戦して40層4人で、はい、三味線やるので、今絶賛ね、リハーサル中なので、決まったらかっこいいよなって。そうですね、まあ三味線は俺の方がうまいけど。すぐ張るんだから、何でも張りたがるんだから。もう坂井はまず猫から探すから。昔ながらの三味線。詳しくはなんか、はい、そうですね、メッシュのホテルホームページだったり、あのブログだったり、インスタグラムもそれぞれメンバーやってますので、はい、そちらでチェックしていただければと思います。インスタフォローしよう。インスタグラムやってるから。あ、本当ですか？じゃあこれ写真撮ってやろうよ。お願いします。よろしくお願いします。あれ、じゃあ後でありがとうな。最後に素直に嬉しい。写真撮るのはディッシュの方がうまいんで。マジで？それは、はい、あ、それはもう多分俺の方がうまいな。さあ、ということで今夜のゲストはディッシュの皆さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは最後にもう一曲聴かせてください。曲紹介をお願いします。はい、12月14日発売のセカンドアルバムから、愛の導火線。何なんだ？戦う者の歌を戦わない奴らが笑う中の一人か、お前は。なあ。アルコ&ピースの酒井健太と平子祐希と乃木坂46の中田香菜でお送りしている沈黙の金曜日。アルコ&ピースの酒井健太と平子祐希と乃木坂46の中田香菜でお送りしている沈黙の金曜日。はい、今夜のゲストディッシュに来ていただきました。はい、俺のね、鋭い嗅覚がね、言ってるんで、もう、ディッシュとは仲良くしておこう。そうですね。もうでも、もうすでに売れてるんですよ。だから、今後、今後も伸びゆくっていう、やばいぞ、俺の嗅覚が捉えてるから、すげえ仲良くしておこう。
スマブラも本当は絶対俺弱い、あ、できるめちゃくちゃ強いからかかってこいよマジで聞いて聞こえちゃう聞こえちゃうじゃあなありがとうございました気をつけて帰れよ急に優しくなって なんか急に良き兄貴的存在になってずっとひっついてるそうだねそうだねずっとひっついてなくなるでもレーベルメイトなんですよあ、そうですよねそうなんですよイエーイそっか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 、はい、事務所であったりすることはないもないしでも全然ないですねそうだよね、はいポスターが貼ってあるのが見たああ、うん、事務所の中でね、はいはい、ラジオネームリッター3キロおい中田、はい、ラリー一家のあっちゃんさん、はい、今日武道館にちゃんと見に行ってるとマジかごめんごめんなさいそれは見てさだって感想はメールで送れるじゃんまあでもそうなんですよ9時前にはちょっと終わってたんですよねだから聞いてたんだちゃんとちゃんと聞いてあっちゃんがっかりしてるぜごめんなさいちゃん嘘ついてる宣言だからねごめんなさいすいません大切なもう泣いてると思うよ俺リスナーさんを本当だぜエンジェルちゃんたちがさ今日エンジェルちゃんたちいっぱいいんのに寒い中エンジェルちゃんたちがいっぱい来てくれてるわけじゃんエンジェルちゃんほらエンジェルちゃんみたいなほら全員天使だからなマジで本当今日でも見たことない人多いな、うん、地方から来てるんでしょうね初めて来た人いっぱいいますよね多分きっと、ね、ありがとうございますだよありがとう俺らのエンジェルちゃんエンジェルちゃんとかねエンジェルちゃんごめんラジオネームカレーパン買わされた、はい、たまたま選んだレースで武道館に立ち金遣いが荒く M1 などの流行にも乗らない中田さんロックかよマジでそうだねスーパー尖ってるやつみたいだねグランキージェットシティだよなあいやマジやべえなそこだけピックアップしたらヤバいやつですよね本当だよな、うん、そうよそんなことないもっと普通もっと普通な、うん、ヘラジオネームトルティーヤ中田さんのベース、はい、まとめました、はい、尊敬している人はいない他の人に興味ない学校でちょっとやったら気づいたら武道館でやってたマジやべえやつじゃんだから言い方ですよ、ね、まとめないでください変なとこはしょるからもっとちょっとやったら武道館ねえ、うん、もっと言うとこあるから違う違うよ、ね、違うよで他のベーシストたちを、はい、ちょっと本職の方々には言わないでくださいとか言うとねえ違う違う、そんなはすごい悪いやつじゃないですか違う違う無自己流で、うんうん、全然引き方知らない引き方でやってベースマニュアルで弾いてんですねすげえ本職の方の前ではちょっと言えないや違う違う私はでも私だってちゃんと教えてもらってるんですもん独学じゃないからじゃないんですだから、うんうん、全然そんな生意気なやつじゃないラジオネームおまっとさんでした、はい、ベーシスト中田さんに質問です、うん、固定を何秒でボコれますかでボコんないボコんないボコんない喧嘩最強説あるかな固定さん、うん、いやいや違うじゃないですかなんでタップあるからねベースでまずスネ向こうズネをまずいやいやおおさすがにさすがにギャッって言うだろう言うだろうあの固定さんでもベースでスネ打たれたらいや避けられちゃう避けられちゃう、うんピョイってでその後どうするパッて避けたら避けたところに、うん、平子さんが待ってるから、うん、平子さんに任せる3人で行くのうん3対で酒井さんはもう痛い俺らあっちょっと待って無理無理キングオブファイターみたいなこと痛い痛いさん痛いさん交代ずつねあラジオネーム東北自動車道はい、はいベースあるあるを教えてください。あ、ごめんなさい。中田さんマジでベースあるある一個ちょっとマジで。なんか乃木坂の曲に乗せて、ベースあるある。あるある？え、いやいやいや。乃木坂の曲に乗せてたよ。え、いやマジで思いつかない。ベースあるある早く言いたい。なんかないなんかあるんだよ。ベースあるある言いたい。ベースあるある。乃木坂の曲、何の曲に乗せてアップロードしてくれるの？ベースあるある。あ、いいね。早く言いたい。いいね、ベースあるある言いたい。すごく言いたい。言いたい。ベース、指弾きなの？へぇ、すごいじゃん。はぁピックじゃなくて指弾きの方がちょっと。なんかすごいって扱いされるんですけど、なんか私指弾きだったんですけど、
すごいんじゃなくて指引きしかしたことがないだけで、指引き指引きって言うとすごいって言われがちって言ってよ、さ言われがち、はい、言われがちまでやんないと、セリフ言っちゃった、天才じゃん、生まれてからずっと指引きってことですか、だからそんなやってない、そんなやつは週2の時にちょっとやった時に指引きしかし指引きのもんだと思って、そっか痛いっすもんね、怖いよ、今の歌なんだっけ、涙がまだ悲しみだった頃です、ちゃんと一曲まるまるやってほしい、違うあるあるないなんか、うん、何え、あベースですか、ベースあるあるで違う曲で、ちょっと待って、ベースあるもうだから私あるある言えるほどの立場じゃないから、いや違う、それ自覚しないだけ、あるある言えるほどの立場の人だよお前は、なんとか何ガチでちゃんと決めてる、うん、ちょっと武道館ベーシストなんだからさ、いやもうやめましょう、あの本当にマジでベースあるある、早く言いたいベースあるあるを、私は早く早く言いたい、はい、あのリズム隊鈴木を歌えばか、ちょごめんなさい、あるあるの方かと、もういい、言わないで、言って言って、ベースのあるあるを言いたいよ、早く言いたいよ、ベースあるあるを言いたいよ、あーまたか、ここからあるある、こんなにのとこかベースある、でもいい、いやいや聞きたかったのにいい、ベースある、ちょっとやめときます、あの本当にマジでボコられそう、私ベーシストの人に本当に舐めてんじゃねってめっちゃ言われる、絶対ちょっとアルジさんだよボコられそっか、そうだよすごいなやっぱり、はい、本当改めてベースあるある、ベースあるある、ベースあるある、痛い、ダンケシェン、ダンケシェン言わない、続けるんじゃない、続かない、続かない、続かねーなー、うん、やめときます、ああラジオネームパチョ、はい、全然関係ないけど、はい、大晦日フリースタイルダンジョンのイベントが開催されますが、ね、うん、中田さんはこの人とこの人の対決が見たいというのはありますか、 あれですよね、東軍、東軍、西軍、東軍西軍に分かれて、あれでも東軍と西軍に分かれた時点でドタマ VSR ありそうじゃないですか、ちょっと、いやでも俺もう見たから見たくねえな、パブロ対 R とか見たいけどね、ああ痛くない、やばい、どうなんだろう、だってパブロかましたら大盛り上がりだよね、うん、でもめっちゃ見たい、見たいだろ、超見たい、やばい、絶対俺は変形神だ、カンさんも来るからね、出てきてねえじゃん、カンタイアーグチでいつでもかかってこい、俺が変形神だ、カンさんか、カンさん、カンさん対 R もちょっと見たくない、カンさん、あ、カンさん、あ、そっか、オスマンさん、カンさん対オスマンさん、R包囲網はやっぱできると、できてると思うからね、いや見たいですね、すげえ名勝負になりそう、パブロどんなディスり方すんだろうと思う、いや見たい、めっちゃ見たい、あ、なんかあれですよね、応募できんですっけ、お前行くつもりなん、大晦日無理だってさすがに、これそうなんです、8時からなんですよ夜、うん、もう無理、絶対無理なんですよ、なんで、で紅白、お前紅白となんでちょっと悩むんだよ絶対紅白行け、で紅白がもしアンダー出ないって言われたら全然行きたい、見た方がいいって、選抜頑張ってるの見た方がいいって、それだったらあめっちゃ見たい、もうアベマ TV ってだってあの会員登録しないとあの後で見れないじゃないですか、そのリアルタイムで見なきゃいけないから、はあもうもうしちゃう、会員登録じゃなんだっけ、なんかなったらなったら、そうね、アベマフラッシュなんかそうやつ、今週もやばかったもんな、状態般若さん、いやでもジョーさん良かったですよね、ジョー良かったよね、あ、さあということで、うん、たくさんのメールありがとうございました。ここで明日の天気、中田さん、はい、関東甲信地方の明日のお天気です。明日の関東甲信地方は冬型の気圧配置となり、おおむね晴れる見込みです。朝は冷えて日中も師走らしい寒さとなりそうです。明日午前の降水確率は東京 0%、 山梨 0%、 明日午後の降水確率は東京 0%、 山梨 0%、 明日朝の予想最低気温は東京5度、甲府2度、河口湖0度となっています。明日の予想最高気温は東京12度、甲府12度、河口湖8度となっています。はい、素晴らしいです、イエーイ、来週は今度こそ AI のコーナーです、はい、テーマは叩けば出てくるホコリ、皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。
いや本当よかったですね、中田さんね。うん、本当に。うん、外にも皆さん来てくれてますよ。ねえ、今日すごいたくさん、本当にありがとうございます。メイラさらっと言ってくれたけどよ、うん、俺フリースタイルダンジョン録画して今日見ようとすげえ楽しみにしてた。だお前がジョーさんも良かったですよねはもうちょっと分かっちゃうからね。それで100万取ってないんだみたいな。もうはっきり言っちゃった。はっきり言っちゃった。バタバタしててさ。ごめんなさい、ネタバレしちゃった。まあでも見る価値、それでも見るから、ね、それでも見て面白いんですよ、うん、もう一回見たい中田も。ラジオネームラッコフェスティバル、はい、中田さん巨人師匠のモノマネやってください。えゆで卵食べたいな。それトマトエイさんな。全然違うから。分かんない、共通点ないよ多分。全然違うから同世代っていうぐらい。分かんない、同世代でもないか。坂東さんって何者なんですか。元中日のピッチャーで、でも野球ですよね、うん、共通点あるじゃないですか。いや巨人師匠って別に巨人師匠としないからさ。巨人軍の人ではないからね。オール阪神巨人の巨人さんね、漫才師の。分かんない、お前らな、ほんまもうパンパンやなってやつ。いいね。そう。ちょっとやっぱ菅さんに似てるね。巨人師匠から菅さんに行けんじゃない。M1 の審査員やってたんですか。そういうやつで。あ、だからそういうネタが。うん、ああ、なんで急に。ほんまにもうパンパンやな。もう、ちょっとなんか見てられへん。お前らがマジで菅平系神だ。お前いつでもかかってこいよ。俺がいつだってかかってやるぞ。俺の食えるか、ちゃん。同じなんだ。同じなんだ。系統一緒、系統一緒。声のトーンだけ変えれば。系統一緒なの。じゃあ、あの、片方習得したら、どっちもできるってことですね。お前もできんじゃね、菅さん。うん。俺が菅平系神だ。なんで口ひんまげた最初。だけれどもってよく言うて、だけれどもだけれどもちょっとゆっくりできるんですかね、中田さん。できます。あら、よかったですね、はい、リハも大変だったね。はい、もう元気です、めっちゃ。ああそう、うん、逆にテンション上がっちゃってんだ。うん、そうなんですよ、ね、なんかはい、うん、本当最近あのめっちゃ謎の肌に荒れたりとかしてたんですけど、うんうん、今もう調子いい、うん、じゃあ最後にベースあるある言っとこうか、うん、30秒で決めようぜ、うん、時間見ながらちょっとやってよ、うん、ベースあるある、うん、ベースあるある、すごく言いたい、ベースあるある、結構長えな、20秒って言いたい、頑張れ頑張れ、ベースあるある、めっちゃ言いたい、ベースあるある、すごく言いたい。ベーシストってさ、めっちゃなんか違う。そのやり方違うんだよ。そのやり方違うんだよ。で、これ止まんねえんだよ。また来週。あ、違った。